はい、どうもネイティブフォレストコタルです。先月末引っ越しをしまして、車で整体を搬送していたんですが、このクレステッド月光が驚いたのかストレスだったのか自節をしてしまいました。尻尾が切れている整体はよく見るんですが、切れた直後というのが見たことなかったので少しギョッとしました。今回その時の映像を撮影していたのでご覧いただきたいと思うんですが、ビグロという感じで苦手な方は苦手だと思いますので、ダメな方はブラザーバックをお勧めします。ではそちらをですね、まずご覧ください。どうぞ。はい、ということで少し不気味な映像でしたが、ヤモリが尻尾を切った跡というのはあのような感じになります。北海道にはヤモリが生息していないのであのような光景を見ることはないんですが、北海道以外の地域の方だと見慣れた映像なのかもしれませんね。尻尾が切れた後は切断面の筋肉が収縮して止血をするので血は出てきません。魚類には痛覚がないというふうによく言われていますが、爬虫類はどうなんでしょうか。少しかわいそうなことをして申し訳ないです。切断面からの細菌感染が怖いので床材をキッチンペーパーに変更しました。しばらくの間はこの環境で飼育したいと思います。このあと数ヶ月かけて傷口が塞がっていくと思うんですが、このクレステッド月光というヤモリは完全に以前と同じような尻尾までには回復しません。今はどうなのかわからないですが、旧ラコダクテルス族のガーグイル月光については結構長くまで尻尾が再生します。しかしこのクレステッド月光はほとんど尻尾が出てこないので、見た目がカエルのような状態になってしまいます。生息地であるニューカレドニアのワイルド個体についてはほとんど自節しているというのが現状のようです。傷口の再生には結構な体力を使うので、ほぼ毎日餌をあげ続けています。餌には骨の形成に必要なカルシウムやビタミン D3 を入れています。しかしビタミン D3 のあげすぎには注意した方がいいかなと思います。はい、ということで今回はかわいそうだったんですが、割と貴重な映像だったのかなと思いまして動画をあげました。はい、ということで今回は以上になります。ネイティブフォレストでした。ではまた。